ちょうどなんか新宿村で工藤さんが稽古してて、で僕も違う稽古した時に遊びに行って、全然最近呼んでくれないじゃないですかみたいな、なんかすごい絡みに行ったら、その帰り具合にマネージャーさんから連絡来て、この舞台の話があって、なんかすごい呼んでくれないじゃないかみたいな言ったも、なんかすいませんでしたみたいな、また次の日に稽古場に言いに行きました。でもかなり前だったんで、2018年のロミジュリ以来だから久々に嬉しいですね。はい。だから稽古場がとにかく楽しみですね。もうなんかみんなと絡めるのが楽しみです。で、片桐さんは僕ほんと13歳の時にやったドラマの時に共演させてもらったんですけど、13歳以来なんで、ちょっと、それもちょっと楽しみですし、そうなんです。25年ぶりの共演っていう、ことですね。はい。どうも、勝地涼です。とにかく何も考えずに見に来ていただいて爆笑できると思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。ぜひ劇場で待ってます。